松平の里とは、江戸時代中期の大名、老中。非全国唐津藩三代藩主、島国羽藩主、伊勢国亀山藩主、山城国淀藩主、下宇佐国桜藩初代藩主、尾牛松平家宗家十代。下には十四位下、自重。唐津藩二代藩主、松平城春の長男として誕生。元六三年、藩主であった父、城春の死により、 家徳を相続する。聖徳元年には、大見国主産において、朝鮮通信使の接待を行っている。教法八年老中となり、下佐桜に天保となる。以後足掛け二十年余りにわたり徳川義宗の教法の改革を推進し、足高の性の提言や、勘定奉行の神尾春夫と共に、年貢の増長や王家忠助けらと相談して、 刑事裁判の判例集である公焼け事方、お定め書きの制定、幕府成立以来の処方令の修正であるお触れ書き、修正、対抗検知以来の幕府の手による、検知の実施などを行った。水野忠之が老中を辞任した後は、老中取座となり、後期の教法の改革を牽引し、原文2年には勝手がかり老中となり、金国の水頭を司るべき、 修行を買うぶることになったのりさとは、農財政のすべてを干渉することになった。大岡忠助に一気によれば、関東地方御用係の職を務めていた大岡忠助も、月番の部下前農政に関することはすべてのりさとに、報告するよう指示された。当時は吉宗が、小川御用取次ぎを取次ぎとして、老中合議制を骨抜きにして、将軍先生の政治を行っていた。 大岡日記によると、原文3年に、大岡忠助配下の上坂安左衛門大官所による、栗の植林を3か年にわたって実施する件について、7月末日に、御用小川取次の加納久道より許可が出たため、大岡が8月10日に勝手がかり老中の則里に、出費の決済を求めたが、則里は、聞いていないので書類は受け取れないと処理を一時、断っている。この対応は、 例外的であり、当時は、小川雇用取次が、実務官僚の部業などと直接調整を行って、政策を決定していたため、この事例は、のり里による、老中刑事の政治に対する、ささやかな抵抗と見られている。将軍後継問題に関して、吉宗の次男の田安宗武を将軍に擁立しようとしていたが、長男の家主家が後継と決定されたため、その経緯により、 家重からうんじられるようになった。延長2年、堺忠鹿が老中につくと、忠鹿が老中主座とされ、自席に外れた。同年11月、家重が九大将軍に就任すると、直後に老中を解任され、数を1万国を没収され、隠居を命じられる。次男、女優に、家徳相続は許されたが、間もなくでは山形に天保を命じられた。 延長3年に死去、去年61、日付イコール旧歴、ありがとうございます。